はい、お疲れ様です。暗号通貨業界ね、今ちょっと盛り上がってる春の時代が来たかなというところでございます。ビットコインも400万円を超えて、イーサリオンももう,もうすぐ30万円ですよね。まあ、イーサリオンもね、この前私決済しちゃったんで、ちょっと早かったかなと思いますけども、まあでも25万前後での決済なら、もう仕方がないことだと思いますよね。今思えばということなんですけども、値下がりする可能性だっていつもありますもんね。で、エクストラ P につきましてですけども、AI に聞いてみたらこんな回答が返ってきました。 暗号通貨 XRP に関する SEC 裁判の予測可能な3つの結果は何ですかということで3つにまとめてお話してくれということで聞いてみたんですけどもこのような回答ですよね。 えー、AI 言語モデルとして、えー、特権情報やインサイダー情報にアクセスすることはできず、未来を予測することもできません。ただし、XRP に関する進行中の SEC トライアルに関する一般的な情報を提供できますということですね。SEC は XRP 暗号資産の背後にある会社であるリップルラボスに対して訴訟を起こし、XRP は有価証券であり、リップルはそれを有価証券として登録せずに販売することで、証券法に違反したと主張しているということですよね。まあこれは確かに言われればそうかもしれないなと思うんですけども、同時にそうではない とも言えるんですよね。えー、これはまだ進行中であり、正確な結果を予測するとは困難ですけども、ただし3つの結果が考えられるということで、今回回答していただいています。1つ、リップルは訴訟に勝つ可能性があります。まあ、勝つでしょうね。裁判所が XRP が証券ではないと判断した場合、リップルはそれを SEC に登録する必要がなくなり、法的な影響を受けることなく、XRP を販売し続けることができます。まあ、暗号資産、クリプトカレンシーなんで、証券というね、扱いの中に、 この度入らないとすると、XRP に関わらず、ビットコインをイーサリアムをはじめ、他の通貨に関しましては、そのように波及する可能性があります。他の通貨も値上がりするんじゃないですかうん。二つ目、リップルは訴訟に敗訴し、罰金の支払いを余儀なくされる可能性があります。 まあ、罰金払っても大した金額じゃないですよけどね。裁判所が XRP が証券であり、リップルが証券法に違反したと判断した場合、リップルは、えー、違反に対して罰金を科される可能性があります。罰金の金額は違反の充実の度と裁判官の裁量によって異なる、異なるということですけども、まあ、大した金額ではないでしょう。リップルのね、全体ボリュームに関しましては、支払い経費とも言ってもぐらいの小さなものだと思いますよ。 で、それによって罰金を払ったんだけども、取引は継続されるのかどうかっていうことが、今度は、争点になるでしょうね。三つ目。リップルは XRP の販売を停止する可能性が、これが一番良くないことですよ。リップルが紙くずになるってことです。裁判所が XRP が有価証券であり、リップルが証券法に違反したと判断した場合、裁判所はリップルに XRP の販売を停止するように求める。 差し止め請求を出す必要があると。この結果はリップルビジネスと XRP の市場全体に大きな影響を与えるでしょうね。三つ目っていうのは本当に考えたくもない未来ですけども、ありえないことではないかなと思うときに、やっぱり暗号通貨っていうのはね、リスクがあるなと思います。XRP がもし、こういう風な形で、流通禁止ということになってしまうと、イーサリアム暗号通貨他の通貨にも影響を及ぼして、暗号通貨業界が一夜にして消滅ってことも、 考えられなくはないのかなと思いますけども、皆さんどのようにお感じでしょうかそれでは。